はい、どうも、加賀美一郎です。はい、今回ですね、知り合いの方にハモリを教えてほしい。なんでそんな簡単にハモったりできるんだみたいなのを言われた時に、まあ、そのコードの構成音にはめていくんですよ、ハモリはね。っていうのを教えたんですけど、その時にまあそのコードって実は何なのかとか、わからなかったりとか、結構する人っていろいろいると思うんですね。音楽ね、やってても、音楽のね、今からやりたい人でも知りたいっていう人がいるかなと思って、今回ですね、まあ今さら聞けないじゃないですか、まあ調べたらね、いろいろまた出ると思うんですけど、まあ、それをちょっと動画にしていこうかなと思いまして、で今回基礎知識編として、すごい超簡単な、音楽の授業の本当に一番最初にやるようなことを教えていきたいと思います。とりあえず今日は音階について、あの教えていこうと思います。まあドレミファソラシドっていうのがあります。でこれ日本語に変えれるんですね。これがハニホヘとイロハがドレミファソラシドと一緒なんですよね。普通にね、日本語だったらイロハニホヘとのハがドになってますっていうことなんですけど、ハニホヘとイロハ、波長調って聞いたことありますかね。波長調とか異端調というか、まあ有名というか、まあメジャーなところなんですけど、まあ波長調っていうのはハですね。だから言ってしまったらド、ドの、まあメジャースケール、スケールっていうのがあるんですけど、まあ言ってしまったらこの発見だけでね弾けるド、レミファソラシドのこの全音、全音、半音、全音、全音、全音みたいなのがあるんですけど、スケールって言います。ハのメジャースケールのことをドのメジャースケールですね、それを波長調って言います。で、イ、単調っていうのは使うものとしては、ハの長調と一緒なんですけど、 A からイから始まる、イがルート音になっているマイナースケールのことを言います。これの、まあ、英語 CDEFGAB ですよと。アメリカも ABCDEFG じゃないですか、普通は。で、日本もイロハニホヘトじゃないですか。で、まあ、この音楽では、まあ、ドレミファソラシドだから結局 CDEFGAB ハニホヘトイロなんですよね。まあ、ここはまあなんでかっていうのは存じ上げてないんですけど、まあ、そういう順番になってますよ。で、コードとかって何なのかっていうのは、その C がルート音ですね。 C が基準になった、音に対しての和音をつける、和音のことを、まあ、コードと言います。波長調っていう C のメジャースケール、発見で弾けるものなんですけど、まあ、C が基準になっている音であれば C メジャーですね、ドミソで、 D が波長調の中ですね、 D メジャー、あ、 D マイナーですね、レ、ファ、ラで、ミだったら、E だったら E、G、B ですか。だからミソシですね。で、ファだったらファラド、ソだったらソシレ、ラだったらラドミ、これは A マイナーですね。だから F、G、A マイナー、 B はまあ C、レ、ファなんですけど、これは B マイナー、5音目が半音下がってますというまあコードが使えますというか、まあこれが基本的なコードです。これをまあ、ハモるときとかにはめていきますよっていう話なんですけど、まあ、多分ね、歌ってるときにそれをパッといきなり出るっていうのはなかなか難しいんで、結果これはハモるのとかはね、慣れなんですけどね今このコードに対してメロディーの音は何の音だっていうのがね、パッと分かる人とはなかなかいないのかなって思うんで、 CDFG AB とかっていうのはまあ元々はまあ音階の名前で、それに対しての C メジャーだったり C マイナーとか C セブンス、 C セブンスだったらまあ C、まあ、ドミソに、セブンスだと、まあこれもね、また、セブンスはまあ言ってしまったら B フラットなんですけど、そのコードについても今度ね詳しく、話していこうと思います。とりあえずね、今回は CDFG AB ドレミファソラシドハニホヘとイロハが一緒ですよ、ね、でそれに対するコードは和音のことを、そのルート音に対しての和音のことをコードって言いますっていうのを、まあ今回伝えられたら教えられたらよかったかなと思います。
こんな感じで結構短い動画になってしまったかなと思いますけど、まあ次回もゆるいゆるい音楽レクチャー動画みたいなのをですね上げていきたいと思いますんで、はい、よかったらですねグッドボタン高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね、バイバイ。